えっ、ー、とね、2曲ほど済まさせてもらった中で、ちょっとね、最初、今日、ハッシーがドブロの実は、3年前、一緒にこのステージやらさせてもらいました。オリジナルメンバーかなというような感じでね、ユニフォームが様になっております。続きまして、その隣、黒いね、ユニフォーム着てますけども、まあ、チャーリーにしよう。本日の見習い中ということで、黒のユニフォームにさせてもらいます。で、センターで、出ますのが、とあるね、フェスではステージの備品と呼ばれて、まあみんなからこう重宝がられてます吉村さん。ね、去年北陸フェス、そして、時山フェスという形で、ずっとガセットのボディ、もう正規メンバー。今日はね、一部学園のユニフォーム持ってませんけども、忘れましたけども、アンダーシャツの方で参加します。で、私の隣が、世界の山ちゃんこと山上さん、マンドリンプレイヤー、実はバンジョプレイヤー、先ほどね、ハングオーバーの方でやってみたいと思います。それで、私が、バンジョの質問をします、岡本です。どうぞよろしくお願いします。バンジョーなんですけどね、これめちゃくちゃ重たいんですね。それもまあ、その昔アラン・ホリカと呼ばれた方が使ってたバンジョーだそうで、まあ由緒あるのがたまたま私の方へ来たので、こういう曲をやらせてもらいます。それでは、次チャーリー・ブッシーでいきましょうか。サニーサイド・オブ・ザ・マウンテン。
こういうバンドでございまして、岡本さんのアラン・マンネに対する愛情を表現するために結成されたバンドでございまして、普通ボーカルやってると大体中心でいろいろ決めたりするわけでございますけど、全てカントリーガゼットのようにやれということでございましてね、まあそれでも楽しくできております。見習い期間中ですね。それでは最後の曲で、岡本さんが愛してやまないという曲をお届けしたいと思います。ネバーエンディングラブ。I'll be standing never.